一番出口別府駅は、福岡県福岡市城南区別府二丁目にある、福岡市地下鉄七熊線の駅。駅番号は N10。駅のシンボルマークは、空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした、西島伊が2001年に指揮をしたため、それ以前に描かれていた原案をもとに、息子で同じく、グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。モチーフは、 別府大橋湖線京都区も、ベノ字の形にデザインしたもの。駅識別カラーは、陸マイナス641で、福岡前駅、二郎丸駅と共通。天神南駅が管理し、日本通運福岡支店が、駅業務を受託する、業務委託駅である。一面二線、島式ホームの地下駅、国道202号直下に位置する。各階の面積は、 地上151平方メートル、地下1階3852平方メートル、地下2階3330平方メートル。駅の長さは243メートルで、七熊線の16駅では最長。利用者の目に留まる箇所に用いられる、個性化壁には、白から薄灰色の大理石を使用している。2019年度の1日平均乗車人員は6106人で、ある。 開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。別府大橋湖線京国道202号の北側に1番出入り口と3番出入り口、南側に2番出入り口がある。3番出入り口の北側に、城南区役所が建っているが、ここは、かつての国鉄地区費線の取り替駅跡である。地区費線の区間廃止から約22年後の開業となった。ありがとうございます。